さてさ、しおくれでございます。ようやくの秋服ですよね。やっとこの季節が来ました、僕にとっては秋というのは非常に過ごしやすく、冬は大好物ね。楽しくなってきましたよ。さてさ、しおくれでございます。さっきまで晴れてたんですけど、ちょっと暗くなっちゃいましたね。お昼は比較的温度は上がったんですけど、夕方になるともうちょっと寒くなってきて、それで夕方から外に出ている僕はもうね、長袖です。今日ね、人と話してて、ポケモンの映画のなんだっけ、ミュウツーの逆襲を、いいよね、良かったよね、あれは子供の頃に見ておくべきだよね、なんていう話を同年代の人としてたんですけど、あれ、僕はそれを見たのか見てないのか、どっちなんだいって思って、ちょっと見てみようと思ってね、それで借りて見てみたんですけど、結果ね、見た記憶がないということで。ポケモンすごい流行ってね、ゲーム一生懸命やってたんだけど、映画は見に行ってないのかなっていう風な子供の頃の記憶を探りまして、ほぼほぼ初見で見ました。ちょっと今日はその話をねしたいんですよ。時の流れは早いもので、今日話題になった話を明日またしたところでね、僕はまた置いていきぼりなんですよ。それは分かった上で、ちょっとこの僕がミュウツーの逆襲を見た時のこの感想を共有できるのはこの YouTube でしかないので、ちょっと共有させてください、というか話させてください。結果から言うとすごい楽しかった、面白かった。まだ僕の知ってるポケモンでしたよ。武蔵小次郎も出てるロケット団だったし、たけし、かすみ、トゲピーっていうね、僕がまだアニメを見ていた頃のポケモンのサトシの愉快な仲間たちが出てて、アニメ版の、リザードンとお別れする時の話はね、すごい覚えてるんですよ。だからもうリザードンいないのかって思ってたんですけど、リザードンも出てきてね。ていうか、なんでリザードンだけあんな進化してて不思議だね、ゼニガメは進化しないのかとかね、いろんなことをちょっと思うところはあったんですけど、非常に良かったですね。なんか最後すごいうまくじゃないな、すごいね、綺麗にまとめたなっていう風に大人になっちゃうと思っちゃうんですけど、これが平和、ポケモン界でいう平和の象徴なのかなみたいな感じで終わってね、すごい良かったですね。僕はいつもこの動画、このチャンネルでもたびたび言ってますけど、やっぱりアニメの映画というのはドラえもんとしんちゃんっていうのはね、外せなかったんですけど、テレ朝のアニメからね、テレ東のアニメまで幅を広げました。だいたいしんちゃんの映画見ると涙してしまうんですけど、今回満30歳の僕が、ポケットモンスターミュウツーの逆襲を見ても涙は出てこなかったです。ですけどすごい、ああいいねって思いましたね。ちょいちょい突っ込みどころがあるところもまた大人になったなと実感できるところがあって、最近そういえばね、そうやって夜中に映画を見たり、ゆったりとした時間を過ごそうっていうのを、ちょっと遅れた夏休み気分でゆったりと過ごそうと思って、携帯とかテレビとかをほとんど見ない生活を送っていまして、その中で撮影日9月3日なんですけど、武井絵美さんと EXILE の TAKAHIRO さんの結婚のニュースをついさっき携帯のネットニュースで見まして、びっくりしましたね。ああそうって思っちゃった僕の個人的な意見としては非常にお似合いなお二人だなと思いますし、DAIGO さん、北川景子さん以来のお似合いだなって思いましたね。とりあえず映画を見て、部屋の掃除をして、こうやって動画を撮るためにブラブラして、ついでにスーパーなんか行って晩ご飯を買ってみたいな生活を繰り返すわけですが、部屋の掃除はね、本当に細かい、いわゆるゴミと言われるものはだいぶ片付きましたよ。ですけどやっぱり大きい
粗大ゴミの扱いになるものが、今後またボンボンボンと出てくるんですけど、なんかね、僕の住んでる地区のいわゆる粗大ゴミって業者さんに取りに来てねって言って頼むじゃないですか。その料金かかるじゃないですか。そうじゃなくて、なんか自分で持ち込んで、なんかネットの誰かそこを利用した人のネット記事みたいなものしか読んでないんでわかんないんですけど、なんか車の積載量、要は持っていった重さによって金額を払うみたいな場所が都合よく僕の住んでるところにはあるらしくて、なんとか資源なんとかセンターみたいなところらしいんですけど、でもその粗大ゴミの扱いになる、例えばテレビボードとか、なんかボロボロのオフィスソファーとかを車に積んで、それを下ろす前にまずこの本体の全重量を測って、それを捨てて、その後またこの車の重さを測って、その差額分でどんだけあなたは捨てたね、じゃあこの金額もらうよみたいな、そういうシステムがあるらしいんで、ちょっとそれをしたいんですけど、この車に全部乗るかね。後ろのシートをフラットにすれば大丈夫だとは思うんですけど、でもそういうシステムもあるらしいんで、今週中にはそういったところに出向いてゴミを捨て、心機一転気合が入るようなね、何かそういう撮影小物じゃないですけど、そういうものを手に入れて、動画を撮ってみたいなと思うポテンシャルは持ってます。実行するしないは僕次第。日が落ちるのも早くなってきましたね。今木に覆われて日差しが届いてこないですけど、暗いんじゃないですか、映ってる映像は。もしかしたら確認できないんで申し訳ないんですけど、そんな過ごしやすい僕は今どこに向かってるのかというと、業務スーパーというですね、全国チェーン店かどうかはわからないですが、比較的業務用スーパー、業務スーパーという名前だけあって、なんか業務用みたいな形で売っているお店ですよ。説明が難しいな。いわゆるクックドゥとか味の素、あと何、なんかそういうところが出す冷凍食品とか、そういうやつってさ、綺麗にパッケージされていて、中にはこういう商品入ってるよ、こういう風に作ればいいんだよっていうのが、ザ商品としてね、綺麗な目を引くようなパッケージングで、買い手の気持ちをそそるような売り出し文句を書いてあったりするんですけど、そういう感じではなく、透明な半透明ビニール袋に餃子すごい詰め込んであって売っていたりとか、そういうお店なんですけど、隔週に1回ぐらい僕はそこで冷凍食品を買い込み、それをあたかも自炊というふうに言います。わかりますよ、皆さんが想像する自炊っていうのはね、野菜一つ一つ買い込んでね、こう切ってさ、なんか煮るなり焼くなりなんなりして食す、それを自炊と言いますでしょう。ですけど僕の場合は冷食を買ってチンするなり、なんかお湯につけるなり、入ってきた、これが自炊ですよ。その食料確保のために僕は今向かっています。というわけで、全国的に本当に、夏から秋に切り替わるタイミングでね、気温の変化も激しいと思いますので、体調管理はしっかり行ってください。僕も気をつけます。はい、ではしょくらでございました。また明日。